リフト怖いよ。うまく降りられるかな。大丈夫よ。ね、なぎさ。なぎさ？うん、大丈夫。きっと大丈夫よ。なんだ、言ってくれればよかったのに。教えてあげるから。なぎさならすぐにできるようになるわ。すまないね、ほのか。何から何まで世話になりっぱなしで。それは言わない約束でしょ、おじいちゃん。ありがとうよ。あの二人、漫才もやるんだっけ。ゆきしろさんが壊れてく。ていうか、受け方がスムーズよね、よどみないし。降りましょうか。あ、あんなところにレストハウスが。ね、一休みしようよ。一休みって、まだリフトで上がってきたばかりじゃない。固いこと言わない。ね、志保もリナも行くでしょ。私は賛成。緊張しちゃってヘトヘト。しょうがないな。あー、混んでるね。ね、何食べる？もう食べるの？さっき電車の中でお菓子食べてたじゃない。だってスキー場はお腹すくもんだよ、普通。なぎさの普通って一体。こんな時にはやっぱり。あ、なになになに。ほら、あかねさん。さあさあ、日本一おいしいたこ焼きだよ。寒い冬山にはもってこいだよ。こんなとこにまで。さすがっていうか。はーい、あかねさん。もう、なぎさったら。しょうがない、行きますか。お、なぎさ、どうした、こんなところで。それはこっちのセリフです。私たちは志保のおじさんの宿に招待してもらったんです。私はたこ焼きのためだったらたとえ火の中雪の中どこへだって行くんだよ。どう、なぎさ。もちろんいただきます。そこらくちゃ。あかねちゃん特製スキー場スペシャル、題してたこだって雪が好き。召し上がれ。すっごい、たこ焼きの上にホワイトチョコレートが乗ってる。おいしそう。いただきます。たこ焼きにホワイトチョコって。それもそうだけど、私は渚の味覚が信じられないよ。まあ好みは人それぞれだから。ゆきしろさんはほんと優しいよね。渚によく付き合ってるし。ううん、渚の方が私に付き合ってくれてるんだよ。え、どういうこと。今日だって渚がいてくれたからこうしてみんなと一緒にスキーに来られたんだし。渚といるとすごく自然でいられるの。おお、褒められてるよ、なぎさ。でもうちらも元気出ない時とか、なぎさに話しかけたりするよね。そうそうそう、いつでも受け止めてくれそうって感じするし。今年ラクロス部が優勝できたのは、なぎさのムードメーカー的な存在が大きかったよね。私、なぎさがいなかったらラクロスやめてたかも。あの時はピンチだったよね。あれ、どうしたの、みんな食べないの。おいしいよ、このホワイトチョコたこ焼き。ああ、せっかくいい話してたのに、張本人が台無しにしてくれたよ。なぎさらしいかも。メレンゲって気持ちいいね。ほんとってゲレンゲ。じゃあ、いよいよ滑りますか。私、降りられないかも。大丈夫、なんとかなるって。なぎさ、教えてあげる。高清水さんは久保田さんと一緒がいいよね。うん、そうする。降りられなかったら迎えに来てね。大丈夫よ、すぐに滑れるようになるわ。じゃあ、なぎさ、こっち。申し訳ない。久保田さんと高清水さんは見えないし。さあ、ミップル、ここなら大丈夫よ。わーい、雪山きれい。ミッポー、雪山よりもミップルの方が綺麗めぽ。はーい、雪ぽぽ、綺麗ぽぽ、ちびたいぽぽ、ちびたいぽぽ、ちびたいぽぽ。雪山は初めてだもんね。楽しい、ポルン。楽しいぽぽ、嬉しいぽぽ、わーいぽぽ、わーいぽぽ、わーいぽぽ、雪大好きぽぽ。ほのか、ごめんね、面倒かけて。冷たくて。
ほのかは自分のペースでさーっと滑りたいのに、私の面倒を見ることになっちゃって。気にしないで、私も楽しんでるから。それに渚ならすぐ上手くなるよ。ありがとう。ポルンが雪に夢中なうちにラブラブするメポ。もうメップルったらミポ。ラブラブミップルメップルラブラブ。雪玉ぶつけっこするポポ。雪合戦がしたいのねポルン。でもちょっとタイミング悪かったかな。ポルン、わがままな子供はこうしてくれるメポ。いったとおりゃ。メップル大人げないミポ。相手は子供ミポ。メップルが遊んでくれるポポ楽しい。ポポ、あ、ポルン大丈夫？じゃなさそうね。ということはメップルがいじめだポポ、いじめだポポ。やっぱりね。鬼ポポ好きって楽しい？あー、びっくりした。好きって好き？闇の戦士。人の話を聞きなさい。あー、びっくりした。で、何？お前ら、これが楽しいのか？あんたまで闇の戦士のくせにちょっとスキーが上手いからって自慢しに来たんでしょう。何？こんなことはできて当然だ。うわー、ほんと闇。あ、わかった。あんた闇の戦士じゃなくて闇の戦士ね。あ、今の上手くない？ね、ね。渚、今はそれどころじゃないと思うんだけど。ジュナは闇の戦士。笑うな、レギーネ。笑うところじゃない。お前たち、石の力を渡すんだ。あんたたち、いつもいつも他のことは言えないの？うるさい。さっさとよこせば二度と言いません。冗談じゃないわよ、絶対ダメ。ほのか、変身するよ。渚、ここじゃダメ。どうして？こんなところで戦ったら雪崩が起きるかもしれないわ。それはまずいかも。じゃあ、うん、逃げましょう。待て！あ、待って。いやー、怖いよ、怖いよ。誰もぶつからないで。目を開けて、ナギさん。直角行だけどバランスは保ててるわ。スピードに慣れちゃえば下まで一気に降りられる。膝の使い方が上手いのね。初心者には見えない。さすが。ここで褒められ。ほら、もう手が届くぞ。ああ、危ないから触れないで。ナギさん、ラクロスの要領で相手のタックルをかわすの。体の使い方は雪の上もグラウンドも一緒よ。そうなの？やってみる。おや、はっ。超コマカド。もういい。俺が奴らを捕まえる。あ、ほのか、危ない。あと少しだ、うん、ほのか。手間をかけさせてくれたな。さあ、石の力を。止まらん！レギーレ！何とかしろ！止めてくれ！そんなこと言ったって、落ちるの早すぎ。追いつけない。何を言ってな！早くしろ！雪の塊になってしまう！雪の塊？雪だろうよね。角沢だるま。笑ってろ、バーカン！早く！早く！情けない声の角沢だるま。笑うな、覚えてろ。
ありがとうリナ、助かったよ。何のこと？はあ、私がぶつかった男の人は？どこか行っちゃったわ。しつこく追っかけられて困ってたの。リナが撃退してくれたってわけ。じゃあリナのお手柄だったってわけ？おっしゃる通り。二人して声揃えて教頭の真似すんのやめてくれる？似てた？渚はまだしも雪城さんってば、渚に取り憑かれてるよね。そんなことないよ。ちょい待ち、それじゃ私がほのかを堕落させてるみたいじゃない。他にどんな言い方が？雪城さんをキャラクターの暗黒面に引き込むのはどうかと思うよ。何をみんなして、失礼な。俺はまだ転がっていなければならんのか。怒りながら転がる角沢だるま。かわいい。うるさー。